本沙樹寺は、神奈川県横浜市神奈川区高島台にある、総当州の寺院。3号は、青木山。京急本線神奈川駅と、第二京浜青木橋交差点のそばの高台にある。元臨済州で、1226年に、州祖坂江西により創建されたと伝わる。現在の高島台から高賀谷小学校にかけて、続いていた丘の上にあり、東海道と、 神奈川港を見下ろす交通の要衝にあることから、戦国時代には隣接して、権限山城、青木城が作られた。1510年、一帯が上杉市と上田正盛との権限三合戦の戦場となったため、荒廃したが、1532年に総当州の寺として再興された。江戸時代になると周辺は神奈川塾として栄えた。 幕末の1859年7月1日に横浜が開港。これに伴って7月4日、横浜港が一望できることから、初めての在横浜アメリカ領事館が本悟路に置かれ、館内の外国人居留地に移る1863年まで、当地に駐在していた。1862年には、薩摩藩士が無礼を働いた。 イギリス人を殺傷した生麦事件が発生しており、負傷者のウッドソープ・クラークとウィリアム・マーシャルが、本サトル寺のアメリカ領事館へ逃げ込み治療を受けた。開国当時山門はペンキで白く塗装され、この山門は、後も、震災、戦災を免れて現存している。東側の御音源山は、神奈川台場の建設のため削られた。さらに、明治時代の鉄道建設により寺の東側に、 切り通しが作られ、この際に、東海道も分断されたため、門前近くに青木橋が架けられた。さらに、第二景品建設の際にも地域が削られた。ありがとうございます。